ステンカラーコートステンカラーコートとは、街灯の一種。後ろの襟が高く、前が低く折り返す形が特徴。ラグラン袖で、ゆったりとした着心地である。ひよく仕立てで、第一ボタンを閉めなくても着ることができる。腰や袖のベルトが付属しているものもある。素材は、ウール、カシミア、綿、ポリエステル、ナイロン等がある。色は黒、紺ン、はい、茶色。 カー空きなどが存在し、竹も股から膝丈まで様々無地が多い。ラグラン袖が特徴だが、ラグランは投げ型を強調するシルエットになるため、近年ではセットインスリーブ式のややスクエアなシルエットのものも増えている。アメリカなどではこのタイプのコートに固有名詞が付けられていないらしく、単にコート、トップコート、レインコート及びマックコートなどと呼ばれる。そのため、 ステンカラーコート相当のコートが全く別の名前で流通していることがある。例えば、バーバリーではトレンチコートに分類され、カーコートという名前で売られている。ステンカラーは和製英語とされており、確認されている最古の使用例は、1911年に出版された東京年授行事課の巻である。語源は諸説あり、フランス語のステンに由来するとも、 スタンドフォールカラーに由来するとも、ステインドに由来するとも言われている。ステンカラーの綴りとして、ステンカラーやステインカラー、ステンカラーなど、多数あるが、この中に正解があるかは不明である。根拠は不明だが、正式にはといった枕言葉を用いて、バルマカーンコートと呼ばれることがある。バルマカーンコートとは、スコットランドインバネスの近郊にある地名バルマカーンに、 由来するツイードやギャバジンで作られたラグラン袖のレインコートの一種。バルマカーンコートとステンカラーコートの襟の形は厳密には違うらしく、バルマカーンコートの襟はバルカラーと呼ばれることがある。バルカラーのバルとは一般に使われていたバルマカーンコートの略称である。他にはプロシアンカラー、ターンダウンカラーともありがとうございます。